先生こんにちは。こんにちは。今日は弁理士さんのお仕事について質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。まず弁理士の先生のお仕事といえば、特許や商標などの申請を思い浮かべるのですが、いかがでしょうか。はい、一番はそこだと思います。ただ単に書類を作成して特許庁に提出するだけが弁理士の仕事ではありません。はい、その他にはどのようなお仕事をされているのでしょうか。書類を作成する前にご依頼があれば、発明の発掘や発掘した発明を特許出願するのか、ノウハウとして秘密にするのか、それを判断します。はい、また出願すると決まった場合でも発明のブラッシュアップもやりますし、権利化した後の事業化等のサポートも行っております。これらの作業を総合的に俯瞰して研究開発の方向性について考えたり、事業戦略についてのアドバイスも行ったりします。特許や商標等の書類を作成する場合でも、その会社がどのような事業を行っているのかなどについて考える必要があるんですよ。最近ではこのような仕事を総称して知財コンサルティングということもあります。かなり幅広いお仕事をされているんですね。国の政策として知財立国が掲げられてから10年ほど経ちますが、その間に弁理士の業務も知的財産全般へと広がってきています。そうなんですね。弁理士さんに依頼する場合の費用ってなかなか想像しにくいのですが、教えていただけますか。日本弁理士会の規定で弁理士の報酬等の費用については明示しなければならないことになっています。したがって請求していただければ見積書を発行しています。もっとも特許出願の場合には、発明の内容、それから書類の記載量によって費用が変わってくる場合もあります。後から追加費用を請求される場合もあるのでしょうか。特許や商標の手続きでは、出願時の費用、拒絶理由があった場合の費用、それから登録の時の費用があります。さらに登録を受けた後でも一定期間ごとに登録料を納付する必要があります。ですから登録までに必要な費用ということで見積もりを依頼していただければと思います。はい、世の中には特許コンサルタントという肩書きで仕事をされている方もいますが、弁理士の業務との関係はあるのでしょうか。弁理士法の規定で、弁理士以外の者が特許庁に対する一定の手続きの代理や書類の作成を行うことはできません。従いまして弁理士以外のコンサルタント等に相談した場合、これらの手続きを行うことができませんので、別途弁理士に依頼することになり、結果的には高くすると思いますよ。ありがとうございます。その他に何かお得な情報などありましたら教えていただけますか。日本弁理士会の各支部では無料の相談会を実施しております。電話予約をしていただければ相談できますので、お気軽にご利用いただければと思います。また出願費用を援助する制度もあります。詳細は日本弁理士会のホームページを確認していただければと思います。わかりました。本日はお忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。